ていただきたく思いますが、これからね、忘年会とかね、いろいろ飲みに行くとかカラオケに行くとかね、そんなシーンも多いかと思いますので、せっかくですからね、この雨港をもっと楽しく歌えるポイントを、徳久先生から教えていただいたことも踏まえまして、ちょっと皆さんにね、お話ししようかと思います。お手元に歌詞カードがある方はね、うちわでも結構です。どうぞご覧になりながら聞いてください。大丈夫かな。はい、じゃあ私もちょっと見ながらやりますね。あ、そうだ、忘れないうちにお話ししときます。明日夏木豊さんの番組生放送で出ますので、何時からだっけ、あれ4時ぐらい、4時頃から聞いてれば間違いないそうです。はい、夏木豊さんのホット歌謡曲ね、はい、ラジオ日本です。4時10分、あ、さすが詳しい、ファンの方の方が詳しい。